今日皆さんご存知ですかね、超有名 YouTuber の方に来てもらったんですけど、なんで呼んだのかですよね。皆さん気になりますよね。なんで呼んだんだっけ、あんちゃん。まずは、里前さんと三木谷先生が喧嘩をしてるんですよ。で、そしたらドクターが、僕の親友である里前の三木三木が喧嘩をしてる、これは由々しき事態だってことで仲直りですよってことで、ここに来ていただきました。そうだそうだ、そう思い出した。あの時、里前さんと三木三木が喧嘩してると思って、助けなきゃダメなんじゃないか双方を知ってる僕がやっぱやらなきゃいけないんじゃないかと思って連絡を取ったんですよね。2回目のコラボの人とはこうやって笑顔で喋れるっていうことが皆さん分かって、初回の動画見てもらったら僕がいかに緊張してるか本当それ感じますね。あ、全然違いますよ。別人みたいに、マジでマジで親友になりました。いや、そうなんですよ。最初の1本目は三木谷先生のところ で、2本目は里前さんとか撮って、3本目なんですけど、ネタがあんまりもうないなと思って3本目。でもありがたかったです。三木谷先生が動画撮った時に、そうコラボをしようって言いたかったんですけど、その三木谷先生がその女性と一体してコラボをしないっていう動画を上げてたのを見て、あ、そうですね、これ多分気使わせるからできないなって思ってた中で、はい、増田先生から DM をいただいて、増田先生さすがって思いました。本当に、はい、めっちゃありがたいと思って今日感謝を伝えようと思ってきました。すごい里前さん、本当にうまい。いやいやいや、とんでもないです。全然2人でコラボ全然ありですよ。そうなんです。名古屋の自宅に呼ぶ、女性一人呼ぶのはダメだっていう。なるほど。最近ね、名古屋の自宅に来てくれるんですよ。ウーバーイーツみたいに来てくれるんですよ。僕とコラボしたいっていう人がいて、じゃあ僕何月何日の何時に僕の家来てくれるんだったらいいですよって言うと、来ますって言って来てくれるんですよ。なので、僕が出張するのは別に女性の方とも全然 OK です。じゃあよかったです、はい、またぜひ。まあちょっと話題もあんまないんじゃないですけど、一応最近三木谷先生ずっと都知事選の動画撮ってたじゃないですか、はいはい、あれはなんかどういう意図というか。いや、僕政治のことに常に関心があって、僕の考えがあるんで、まあ、せっかくなんで僕の考えを話そうと。この人はこういうところを支持してるとか、こういうところは僕と合わないってことを正直に話すんですよね、うん、普通その日本人って政治の話ってしたがらないじゃないですか、うん、ただ僕あえてするんですよ。するのも全然嫌じゃないし、ですると必ず敵が増えるんですけど、うん、僕全然気にならないんですよね、はい、やっぱり支持者の方は、あの後者の方はね、僕が批判的なことを言うと必ず叩かれるし、でいいことを言うと僕も三木谷先生 の味方ですとか支持しますって来るんですけど、必ず敵は増えるんですけど、僕全然そういうの気にならないし、むしろそういうことを発信すべきだと思うんですよね。まあ結構なプチ炎上っぽいのはあったんですけど、僕は全然後悔ないですね、はい、結構避けますもん、私も政治絡みの話は。うちはなるべくやりたくないなって思っちゃいます、はい、いいですか、じゃあ、都知事選の話、いいですか。いやいや、いや、してもいいですか。話展開していいですか、はいはい、どう思いますか。いや僕ね、いろいろ考えたことがあって、はい、みんなが言うから悪い人じゃないのかもしれないなと一回思いましたね。周りにいる人、悪い人多いんだろうなと思ったんですよ。僕、いろんなところにいろいろな人と会ったりとか、偉い人とか会っていく中で、ネットで嫌われてる大物政治家の人とか、いろいろ社長とか会うけど、悪い人じゃないなと思うね、学者肌だったりとかして、はい、でこの人たちがテイカーではないんだなってことが分かったんですよ、うん、つまり社会ってこうなってて、一番上はギバーなんですよね、うんうんうん、で下もギバー、そこから次にテイカーって言って奪う人たちがいて、その次がマッチャーなんですよ、うんうんうん、だから本当にトップに立てる人ってギバーなんですよ。あ、うん、だからそれはどんな業界であっても結構そうだなと思って、うん、その周りにバカから金取ってもいいと思ってる奴らがたくさんいるんだなと思いましたね。基本精神科全否定ですよね、ほとんど。あ、そうなんですか。世の中に精神科必要ないとか、なんか必要ない薬を出しまくってるとか。だから精神学って目に見えないから、これが理解できない人たちが一定数いるってことが僕よく分かったんですよね。だから心って目に見えないから分かんないみたいですね。だから人類って賢くなったというか、知識を蓄えすぎてもう分かんないことが出てきてるんですよね。だから僕も量子コンピューターの説明って受けても、なんか何度読んでもよく分かんないんですけど、それと似てて医学部でもいるじゃないですか、精神学、精神疾患がないと思ってる人たちは。
だから心が脳であるってことが理解できない人たちが一定数いるんだなってことがなんか分かってきてるというか、うーん、だから患者さんは思ってるけど患者さんの親が精神科になってとか薬飲ましちゃいけないんだとか、うん、精神科なんかはもう闇の人みたいな感じで言われるわけですよ、ね、詐欺師みたいな感じで、はい、あでも私最初に心療内科通った時にちょっとその偏見持ってましたよ。薬出されたやつ飲まないで捨てましたもん、なんか怖くて、いやだってもうアルコールの方がよっぽど怖い、変化するんですか、だからアルコールほど精神に変化するような即効性のあるドラッグって別に精神科の薬ないんだけど、みんなそう思っちゃうみたいで、うん、何かしらの陰謀論を信じてる人っていうのは4割ぐらいいるって言われてるんですけど、4割もいるんですね。そうそうそう、だからまあアメリカの選挙を見ててもそうだけど、これから僕らって何かしらの陰謀論を自分たちの周りの人たちが信じる時代に突入するんだろうなと思ってて、うーん、そういう中で精神科医として YouTuber として僕はどういうことを発言するのかってことは結構大事だなと思ってるんですよね。だからああいう陰謀論系って結構難しくて、じゃあ本人たちよくてもその2世みたいな人たちがいて、その2世たちが結構割を食ってることもあるんですよね。新興宗教2世みたいな感じで基本的には許せないね、うん、もうはっきり言ってそういう詐欺行為する人たちは許せないんで、ですけどそういうこと言うと叩かれるんで、本人の自由意志というか自己主張と科学的じゃないものの間の中で表現の自由じゃないかっていうかもしれないけど、いや本当にそれでいいのか、例えば安楽死ビジネスも一緒で、うん、安楽死って本人の自由なのかって言った時に究極ギバーの人たちがいるんだなってことが分かって、うん、だけどそこにトップはギバーなのかもしれないけど、そこにテイカーの人たちがいて、まあめちゃくちゃ儲かるわけですよ安楽死ビジネスって。勉強しなくても注射入れるだけでいいし、その本人から数百万取れて、でプラス新しい臓器だからその臓器売買できるからめちゃくちゃいいんですよ。でそれ日本で行われてるってことですか？いや海外とか。あ海外ですよ。日本でさすがに安楽死ビジネスからの臓器売買は僕は知らないですけど、これ難しいんですよ、はい、ただ安楽死は実はやられてたわけですよね、あの京都の、はい、そしてバレにくいんですよね。そうですね、ちゃんと勉強しとけばバレないっていう中で、だけど結局バレてるってことは常習犯でもう緩くなっちゃってるんですよ。だから万引き犯とか盗撮犯とかと一緒で、慣れてくるともうそれバレるでしょみたいなやり方になっちゃうんだよね。だから覚醒剤とか大麻の人たちも一緒で、最初はちゃんと隠しながら使ってるんだけど、もう常習犯になってくるとそこら辺に置いちゃうんだよね。浮気もそうじゃない、最初はさ奥さんに対してさ丁寧にやるけど途中から絶対バレるやんみたいなさ、手帳に書いちゃってさ、もう印とかさずさんになってくるわけですね。ずさんになってくるから、はい、安楽死ビジネスが存在するっていうのは安楽死の制度が日本で整ってないから、需要があるから存在するわけであって、ただまあ違法は違法なので悪いんですけど、やっぱり法律に問題があると僕は思います。だから海外でも合法化した時にそれがビジネスになってくるんで、はい、それって結構難しいんですよね。じゃあビジネスになった時に宣伝をしちゃうんですよね。宣伝してそんな悪くないよねとか、うん、SNS を使って宣伝したりとか、安楽死はいいと思ってないにもかかわらず儲かるからと思って安楽死はこんなにいいんだって言って SNS 運用する人も出てくるんで、うん、まあ、ALS とかで絶対治る見込みがなくてどん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 自分は苦しんで死んでいくってなると、生きる希望もなくなって、まあ、死にたいっていう人の気持ちは僕は分かりますけどね。先生どうですか？うん、だってもう進行性の疾患、変性疾患でどんどん悪くなっていって、それでも生きたいっていう人はいると思うんだけど、まあ、もうこれだったら死にたいっていう人もいると思うんですよ。だからそのギバーの人たちの前にテイカーがいるって話ですよね。だからミキヤ先生とか僕らがそういう苦しんでる人たちの気持ちは分かる一方で、テイカーもいるってこと、うん、じゃあテイカーの気持ち分かりますか？いや僕はテイカー、お医者さんの中にってことですよね。お医者さんで何来てもいいですよね。分かんないですか？じゃあ僕だけですか分かるの？僕は分かる、めちゃくちゃ分かる、だって、はい、自分が医師免許がなくて YouTube もなかった時に、うん、世の中に対して腹が立っている時に同級生たちを見てちょっと SNS やって、うん、安楽死は最高だよ、安楽死認めるべきだってやったら、うん、いいねがついたりすると止まんないよね。しかもそれで儲かったりするし、だからこいつらバカを相手にしとけばいいんだと思っておけば楽だし、うん、今までバカにされた鬱憤がある分やれる。なるほど、うん、俺ら思ってないのにこいつら信じてやがると思う、この快感わかりますか？いやわからない。え、わかんない、わからないです。僕だけ悪いです。いや、じゃあ僕の作家性だね。偉大な作家っていうのはめちゃくちゃ正義感強い方と、うん、もうこんなに悪いことすんのっていう悪役の心を2つ持ってるから、うんうんうん、
僕の中にあるその悪役の部分はめちゃくちゃ分かる気持ちが、僕はそうやって人を自分が苦しめられた時に世の中で復讐を果たしたいという気持ちがめちゃくちゃ分かる。それは経験はないけど分かるってことですか？自衛隊で散々いじめられてきたっていうのもあるから あるかもしれないけど、まあ悔しいから僕は最初復讐も兼ねてたから。 YouTube なんかあの増田先生の YouTube 見てると、あの怒りとか無視されてるって言葉よく使うなって思ってるんですよ。そう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 、怒りが結構原動力というか、怒りモチベーションで何かやってる人なんだろうなって。テストステロン系のテストステロンではないと思う。危機感がいや多分もうすっごい僕は怒りが あるし、ギバーの下にいるテイカーの気持ちがすごくわかる、うんうんうん、だからはっきり言うとバカ騙して金取ってやりたいとか、1000万2000万の年収取ってやりたいという気持ちがよくわかるから、うん、だから怖いなと思っちゃうね。あ、自分がですか？うん、あ、自分がじゃなくてそういう人たちがいるってことか、うんうん、弱者男性たちとか追い詰められている人たちとか、うん、もう一矢報いてやりたいという人たちの気持ちがよくわかるから、うん、そういう人たちのパワーに担がれている人がいるっていうのはすごくリアリティがあるんだよね、僕にとっては。まあみんな関わりたくないのよね。だからテイカーに対して関わりたくないわけよ、うん、怒りに対して。そうで思います、うん、だけどやっぱ僕はナルトとかヒーローアカデミアとかジャンプ好きだから、はい、ナルトだってサスケを守ろうとしたじゃない、助けようとしたわけよ。みんな殺しちゃえみたいな思ったわけよ、もうあいつ裏切り者だから、うん、だけどナルトはちゃんと助けに行くのよ、うん、ヒーローアカデミアもデクはちゃんとしがらきを救いに行くのよ、うん、あれってかっこいいなって僕思うよね。だから僕の中にあるテイカーの部分もあるから、テイカーたちを救いに行きたいなと思ってるわけ。だから底辺にいるギバーたちを救うのだけじゃなくて、やっぱそこにいるテイカーの人たちに、せっかくお前たちそんな力あるんだから、頭がいいんだから、うん、そんなことしてたらダメだよって言ってあげたいというかね。なんかそれこそじゃあやっぱ作品作った方がいいんじゃないですか、増田先生。作品作ってテイカーの鬱憤を、作品を見ることによって、あ、なんか心の代理機能ってあるじゃないですか、その自分の中のモヤモヤを。そう、誰かが、いや別に直接出演言ってないこれ、出演直接言っていいじゃないね。今その感情移入することが大事じゃない、キャラクターに、あの自分のテイカー的なやつを。でもそれはそのちゃんとナルトとかシガラキとかでちゃんと、はい、もっと天才の人たちが書いてくれてるから。じゃあそれ多分おすすめしてほしいです。じゃあ増田先生おすすめの作品。だから僕はその本気で信じてるあのギバーの人たちもいれば、本気で信じてないにもかかわらず盛り上げるために言ってるテイカーの人たちもいると思ってますね、うんうん、それは全ての陰謀論、他の陰謀論とか陰謀論周りのビジネス周りにそういう人たちがいるんで、うんうん、結構怖いなと思ってますけど。うん、僕らの前のお医者さんで、の信者のお医者さんって見たことあります？ほぼ全員無視か知らないかですよね。僕は結構知ってるっちゃ知ってるね、まあ、最初は漢方の先生だよね、はい、自然食品やって、はい、なんかいるよね。あ、そうですか。で途中からなんかやっぱ医学部の中でも友達と連絡取らなくなって、うん、知らないうちにそっちで有名人になっちゃうとか、うん、いや精神科の中にもいますよ。精神科医で薬を使わないっていうことを言い出して、はい、で、あ、いますね、自分の病気になっちゃって、はい、途中からそう変になっちゃう先生とか、はい、見てる人の中では増田雄介最初 YouTube 始めたからあいつ気が狂ったんかと思ってる人もたくさんいる。気が狂って言っちゃいけないですけど、はい、まあ、そう思ってる人でもたくさんいたと思うし、今でも思ってる同級生とかいっぱいいると思います、ね、うん、それに対して増田先生どういう気持ちなんですか？僕はね、もう刺されて死ぬと思ってるのよね。お、うん、僕はソクラテスに近いんじゃないかなと思ってて、はい、プラトンとアリストテレスがいた時に、はい、その批判的だし対話を重視するし先駆者だから、うん、多分どっかで殺されるんだろうなと思ってて、だから毒杯を持たされて飲めって言われて、飲むか逃げるかどっちか選ばしてやるぞって言われた時に、うん、飲むしかないんだなと思ってるというか、うん、ダメですダメです。どっかでそうなるんじゃないかなと僕は思ってるよね、うん、飲ませてくる人が出てくるんじゃないかと、がさせれるか、うん、でも、まあ、僕がこうやって言って精神医学を扱っていて、そういうのはダメだよとか、その宗教2世の人たちも見てるわけじゃないし、うん、宗教の人、そういう時に、まあ、日和見の発言はすべきじゃないと僕は思ってて、うんうん、いやそれダメなことはダメって僕が言わなかったら他に誰が言うのって思うから、はい、もう、まあ、そのうち殺されるんじゃないかなと思いながら言ってる。先生はそんなことないと思うんですけど、本当に必要以上に無駄に薬を出しすぎる精神科の悪いお医者さんがいるっていうのも確かですよね。トレーニングがうまくされてないし、卒業教育がダメですよね、はい、日本の医療、はい、医学部って
そう、精神科に限らず卒業教育のシステムがやっぱり不十分じゃないかなと僕は思ってるますね。勉強するとこ学会とかに入るとかしかないんですか？というかもうちょっとそのガイドライン通りやって、ガイドライン通りできなかったらアラームが鳴るとか、はい、ガイドライン通りできるようにやっていくっていう。だから今ってその医者がちゃんと善意ある人間だっていう前提でやってるんだけど、うん、もうちょっと定期的なテストをするとか、なんか縛りを1個つけてあげないといけないんじゃないかなとは思いますね。あ、医師免許って基本的にじゃあその更新とかないんでしたっけ？ない。一回取ったらそのまま医師だからって問題あるし、しかも医師免許って意外とその偽造されてたりとかね、時々ニュースになるから、だから簡単にできちゃうから問題がいっぱいあるよね。古いんだよね。だからなんか医学部っていうと最先端のことをしてるような印象じゃないですか、はい、だけど実はめちゃくちゃ古い考えの集団で、うん、その世の中の最先端の考えというか民間の考え方よりも遅いというか、うん、公務員より遅いから、うん、あ、そうですか、うん、イメージとしては、うん、価値観の古い。それはなぜかというと高齢者を相手にしてる人たちが多いし、うん、地方の人たちが多いから、東京で若い人相手にする医者なんてほとんどいないから、医者の中ではごく稀じゃない、うん、僕みたいな人ってすごい稀で、7割近くは自分より若い2、30代で、こういう医者って珍しいし、羨ましい立場というか、うん、恵まれてる立場というか、普通はそういうじゃないから。だから僕はね、陰謀論とかね、もうそこに騙されたりとか、それで親子関係がぐちゃぐちゃになったりとか、虐待が起きてるとか大量に見てるから、うん、もう許せないんだよね、うん、その許せなさはもう続くでしょうね、うん、選挙でその今回顔を出さないで立候補する人っていっぱいいたじゃないですか、うん、ああいうのどう思います？例えば覆面かぶってる人とか、うん、あともうポスターも貼らないでな、ネットだけで活動してる人とかいっぱいいましたけど、うん、実際それで本当にその都知事になったらまあ顔出すんでしょうけど、うん、でもそもそも絶対受からないから顔出す気もないのかとか、そういう疑いもあるわけなんですけど、だから恨んでるんだと思いますよ、世の中を。ああ、それはあると思いますね、うん、世の中恨んでる人多いです。だからバカにしたっていいだろうって思ってるとか、うん、恨んでるんだと思う、ね、壊してやりたいんでしょうね。だからかわいそうというか、どうしてあげたらいいんだろうとか思いますけどね、うん。あ、じゃあなんかこうしたいっていう思想は特にないけど、もう今の状態を破壊したいみたいな、そういう衝動なんですかね。なんかバカにすることで優越感を感じたいとか、破壊するとまで思ってない人たちも多いんじゃないかな。だから茶化したいというか、だからもったいないのよね、たった一回の人生をなんか茶化すだけで終わっちゃうっていうのはかわいそうというか、自分のことを小さく見積もってるんだよね。自分には何も変えることができないから、せめて茶化すだけみたいな、うん、はい、そういうのってなんかもったいないなと思っちゃうけど、思いませんか？はい、いや、そうですか。いや、僕とかだってね、いろんな人いるけれども、才能ある人たちはたくさんいて行動力もあるのに、なんか向ける方向をちょっと変えてあげればもっと有益になるのに、なんかかわいそうだなと思っちゃって、はい、うん、10代20代の票を集めたの石丸さんですね、やっぱり、うん、彼もやっぱなんかその老害をこう叩くで有名になったじゃないですか、はい、そこがやっぱちょっと痛快だったところはあるんじゃないかなと思いますね、若い人にとっては、うん、なんかこう壊してくれるんじゃないかっていう期待、うん、そう、まあ、市島さんまだまだ未知数ですけど、はい、かなり損してるところありますよね。ちょっとあのテレビのインタビューの印象が悪いん で、ね、内容は間違ってはいないんだけど、なんか相手を小馬鹿にするような態度、うん、へんって笑ったりとか、また同じ質問ですかみたいな、あの態度がね、うん、本当にもったいないなって思いましたね、うん、態度変えるだけでももっと支持率がと上がると思います。いや、変わります、多分逆に下がると思います。あ、そうですか。あれだから伸びてるんじゃないですか。いや、あのね、秋高田市での議会の中で、なんですか、けしからんとか、うん、恥を知れまでは良かったんですけど、うん、その後の選挙終わってからのインタビューが最悪だったんですね、うん、言ってることはそんなに間違ってないんですけど、態度がちょっとね、悪いんですね。あ、じゃあ天然だったってことですね。天然の部分もありますね。SNS がちばしやすいと思うんですけどね、その政治ってなると印象がどうしても、はい、もうちょっとしたたかさが必要なんだね。そう、内容はね正しいのに、うん、言い方がねきついから、すごい印象が悪くなってもったいない。うん、うん、第一印象大事ですからね、本当選挙って。でも半分 AI が政治してるようなもんですけどね。もう、あ、本当ですか。官僚とか頭がいいから、みんな、
AI 使いこなすし、うん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 、大体官僚がやってることって多いから、うんうん、政治の方針とかも含めてだから半分 AI がやってると言っても過言じゃないというか、うん、基本的には全部良くなっていくから、まあ、あんまり悪くなることってそんなないんじゃないかなと科学技術が進歩してる中でそれこそやっぱなんか歪んでるとこありますよねそのどんどん世界は悪くなっていくんじゃないかそういうバイアスを利用して、はい、不安や恐怖を煽ったり孤立を煽ることで陰謀論って加速するから、うんまあ、基本的にどう考えて良くなるに決まってるわけじゃないですけどそれだってもうガチなんかないんだからガチの問題克服してるし病気の問題を解決することが増えてるし、うん、ましてや人形よりももっと賢い AI みたいなのが出てきたわけだからもうハッピーなことしかないはずなんだけどみんなハッピーになってるんだけどね AI で YouTube も見れるし、うん、YouTube ができたおかげで今まで食えなかった芸人さんも食えるようになってきてるし、うん、働けるとこも増えてるし精神医学のこともすぐ知れるようになってるしいいことしかないのにしかも無料なのに広告ちょっと見れば全部見せてくれるのに良くなってるのになんか良くなってると思いたくないというかね人間のバイアスっていうのが問題探ししたいじゃないですかなんか生きてるっていうのを感じたいのでそこに気づいちゃったらね努力したくなくなっちゃうもんねうん暇ですよね暇ではないんじゃない楽しいこといっぱいあるからでもなんか社会に対して自分たちが無力だっていう感覚に襲われちゃうというかそうなってくると、はい、なんか社会を動かしてるって感覚を持てなくなっちゃううんうんうん、だからまあ炎上みたいな形じゃないと社会と関与してきてないっていう感覚になっちゃうのかもしれないけど、うん、精神科の先生って将来 AI に変わるってことあります？例えば外科手術と なんか主義的なものって AI ではまだ無理だと思うんだけれどすでにもう AI で変わってるというよりも言えるんですよねだからガイドライン通り治療してるから、はい、そうです、ね、だからガイドライン通りしてるってことはほとんど AI と変わらないだからアルゴリズムでやってるところが多いんで、はいメタ解析してるからもうこの薬使えっていうのはほぼほぼアルゴリズムで動いてるんで、そうですね、問診して、まあ、診断して投薬するっていうのだったら AI でできちゃうと思うんですよね。まあ AI というかアルゴリズムでできてるんで、はい、でもアルゴリズムで反映させれないことってやっぱあるじゃないですか。例えば合併症とか、はい、複雑な合併症があった時に既存のデータではアルゴリズムが確立するまでエビデンスが たまってないケースとか外科とかはそうですよね分かりやすくてまだこの手法でオペした人はまだ日本世界中でも3人しかいませんとか、はい、7人しかいません、はい、だけどこの手法はすごくいいですよって言って7人の症例のシリーズで一つの論文になるじゃないですか例えば、はい、精神科の世界もそういうの結構あって例えば宗教2世から来るうつでプラス発達の問題があって、はいで彼氏はギャンブル依存で、うん、とかだったらこのケースの掛け合わせで見ていくとそんなのは初めての一人じゃないですか、うん、だからエビデンスが適用できるというかアルゴリズムで対応できる部分 ADHD だから手帳を取りましょうとか薬はこれを使いましょうまではアルゴリズムできるけどもそこから次のじゃあ彼氏との関係はどうしたらいいんだろうっていうのはもうアルゴリズムで反映させれないんで、うん、その場合はケースバイケースで直感を使ったりとか論理的かつ倫理的な態度で解決していくことうんうん、その場合は人間じゃないとちょっと難しいし AI にやってもらうっていうのは AI らしさがないんで意味がないというか、うん、それってただの AI が適当なことやってるってだけなんでせっかくの AI のデータを駆使した、推論っていうの良さが生きなくなっちゃうんで、うん、AI にやんないと思いますけどねこれ話すとマス怒っちゃうかもわかんないんだけど、うん、意外に精神科って AI の方がいいんじゃないかなと思うんですよ医者よりっていうのは今5分診療じゃないですか、うん話聞いて薬出すだけじゃないですか、うん、で AI ですごい人間味のある AI ができたらじっくり話聞いてくれてじっくりアドバイスしてくれて、うん、場合によっては投薬もしなくていいとかそういう AI ができたら全部 AI に変えた方が精神科って良くなるってことないかなって僕勝手に思うんですけど思います僕だから僕が、はい、じゃあ誰の AI を作るのってことになるじゃないですかうーん誰が AI になるんですかと、うんはい、その席取り合戦も始まってますよねだからデータ取ってるんですよ僕は YouTube で、はい、最初に誰の AI を作りますかっていう戦いじゃないですか、はい、そしたら、はい、AI が話し相手になって恋人になったりとかする AI のモデルがいますよね、はい、AI のモデルって誰ですか最初人間ですよね、はい、じゃあ誰がそのモデルの椅子を座れるんですかっていう戦いそれで松田先生は YouTube でデータを取ってるんだという説もあります説もあるいやでもまあそんなことないでもそれはあんまり意味がなくてでも問いつつ、はい、だから時代とともにその価値観とかに求められる精神科医像が変わるんで、うんうん、この精神科医モデルを使おうっていうのは多分時代ごとに変わるしあと個人ごとにも変わると思うんですよ、うんはい、だから最初の精神科医の AI 精神科医のモデルが増田祐介だったってことはあんまり意味がないんですけど、はい
面白いなとは思ってるんですね、うん、だからその AI 増田祐介ができた世界どうなるんだろうっていうのは僕の復讐心というか、実際 YouTube ってイノベーションを起こしてるんですけど誰も認めてくれないんですけど、いや僕は認めてますけど、でも学会は誰も認めてない。あ、そうなんですか。そう、僕は勝手に。先生、学会の中では結構浮いてる方浮いてるんですか。浮いてます。そうなんだ。だけどどっかのタイミングで、ね、一泡吹かせてやりたいなっていう思いが。うん、あ、そうなんですね。じゃあちなみにあの川沢先生は浮いてるんですか。ああ、浮いてるんだ。あ、川沢先生でも意外と一曲と仲いいから。おお、そうです。僕とかあの防衛隊だったんで自衛隊出ちゃうともう一曲のつながりがないんで。ああ、そう。もうダメだ。本当にドブネズミというか人権ないですよ。だからバックに誰もいないから増田一人殺しても別に復讐に来る人がいないからそうですね、なし草ですね。増田先生多分強いんだろうなと思うのがファシリテーターとしての多分役割っていうか、前なんかそれこそお話しした時に自助会でその先生と一対一で問題解決していくっていうのはもちろんその診療の一つ大事なものだと思うんですけど、良くなっていく過程で他の同じような悩みを抱えている人が良くなったっていう事例を見て自分も良くなるっていうお話してたじゃないですか、うん、それは多分 AI にはできなくて、そこ多分増田先生の介入とかがあるから大切な部分なんじゃないかなって思ってます。 AI っていうかそれは AI できると僕思ってる、本当ですか、うん、それってデータになるから、はい、データ蓄積だから、うんうん、データ蓄積をしたらどんどん AI を超えていくんで、うんうん、最初はできないですよ、はい、だけどそのデータを食っていくんでできること増えていくと思いますよ、うん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 、だから最初はできないのよ、だけど、はい、これが AI がどんどん情報を食っていったらできるようになるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから過去のアルゴリズムが使えるんで、うん、僕らってもう明治維新の時の若者の葛藤とかを本来だったら使いこなすべきなのに使いこなせないじゃないですか、その時の当時の若者と葛藤とかを、うん、だけどこれが AI もうちょっとデータをしっかり読み込む力ができたらできるようになるんじゃないかな、だから AI 精神科医ってすごいですよね、歴史のこともこれだけ完璧に分かる人が、そんな精神科相談したいですもん、面白そうですね、一家に一台精神学も知ってて歴史のことも知ってるし、はいはい、お医者さんが一人一人患者さんに時間かけて接するって無理なんで、うん、それが AI に変わったらいい時代になるんじゃないかなと思って、初心の予約取れないですもん、うん、はい、いい時代になるけど、これはみんないい時代だとは思えないんでしょうね、当たり前だから、だから YouTube が見れていくらでもねテレビ見れるけどいい時代だと思ってる人いないじゃないですか、はい、うん、いや、いい時代ですよね今って、うん、本当に YouTube っていいなと思うんですけど、音楽だと好きな音楽してるし、ね、はい、本当ですよ、見れるし、ね、昭和の時代生きてたらあの頃のが良かったって僕は思います、はい、SNS のない時代は良かったなと思いますよ、あのアナログの時代は良かった、昔を美化して、でも分かりました、僕は昔のことをどん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 悪く考えてますそんなに自衛隊のこと嫌じゃなかったのに、もう今では憎しみで黒歴史自衛隊 の自分の過去の歴史とか話したことあるんですか YouTube で、いやー名前出していいなら言っちゃうけど、いいね、ダメです、ダメです、ダメだから、はい、まあでもね先輩とかから嫌な思いしたとかね、あ、そういうことなんだ、そうだ、ね、YouTube のどっかで言ってやろうかなという時もあるんですけど、昔の恨み節を誰もいい結果を生まないか言わないと思いますけど、でも僕もどっかのタイミングでなんか世の中に恨みを持ち始めたら邪悪増田祐介になってしまうかもしれない出馬するかもしれない、そうそう、それでなんかこれは壊すとか怒ったりして参議院の全国区で出れば絶対当選しますそこ、それは邪悪暗黒面に落ちたってことなので、うん、あのちゃんとねルークに殺してもらわなきゃいけないですねはい、ダースベイダーダースベイダーになっちゃってると思うから、はい、そういうのないですか、こうダークヒーローになっちゃうかもしれない恐怖ってないんですね、あんま恨みってないんだ、陰キャじゃないからだ、いやー多分完了してるんだと思います多分、そうか、分かった、はい、陰キャの陰って本当に陰なんだ初めて知りましたねへえ。でも時々でそりゃ嫌なこともありますけど人に対して、いや僕なんかどん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 自分の中の闇というか、うん、闇が強くなる分正義が強くなってるんで、うん、なんとか生きてきてますけど、うん、なんかちょっと心配になってきて、なんか止めてくれる人いないんですか増田先生、いや、いますよだから YouTuber の会って形でメンタル系 YouTuber の会って形でなんか松崎先生とか精神科医で YouTube やってる人たちとかと、あ、そう、じゃあ組んでて一応時々連絡したりとか学会とかであったりとかあのイベントしたりとかして正気を保ってるん
です。ああ、それは良かったです、うん。そうじゃないと時々なんか魔が差してくるんじゃないか。うんうんうん、パワーストーンとか売り始めたり。いや、ありえそうじゃないですか。ないですか。いや、僕自分そういうのないんですよね。僕も最近はもういかに世の中に貢献しようかばっかり考えてて、金欲とか物欲とかも完全になくなりましたね。あ、完全じゃないんだけど、まあ大体のものがあればいいかなと思って、フェラーリとかロレックスとかとか全く興味がなくて、で僕多分裏マスダが多分いるんだと思う。嫉妬深くて怒りが抑えてます。だから成田悠輔とかに嫉妬すごいしてたし。あ、かっこいいですよね、確かに、うん、で成田悠輔がやっぱり炎上したりすると喜んでる自分もいるし、はい、成田悠輔を見て悪口を言って最初に世の中に出ちゃダメなんだとか学んだし、あんなに才能があって素晴らしい人なのに最初にそこで味を占めちゃって出ちゃったから、うん、やっぱすぐ取りに行っちゃいけないんだと思って、うん、才能があるんだから、はい、待つべき時を待たなきゃダメなんだってことが分かったんだけど、っていうかないんですか、ムキムキ。僕最近は本当に僕のに手術してほしいって全国からたくさん患者さんが来てくれて、いかにその人たちを喜ばせるかっていうことを考えてるんですよ。本当ありがたいことに僕あの手術しましょうって進めなくても先生にやってほしいですってリピーターの方とか紹介の方とかいっぱい来てくれて、それだけで予約が埋まって、でいかにその人たちを幸せにするかばっかり考えてるんですよ。すごい僕本当に今恵まれてるんですよね。普通その営業かけないといけないんですよ、美容外科って。やりましょうやりましょうって宣伝したりとかしないといけないんだけど、うん、僕本当に向こうからたくさん来てくれてやってくださいって来るんで、僕の方から営業かけたりとか進めなくていいんですよね。でお金稼いでその貯めたお金でいかにどこに寄付するかとかばっかり考えてるんですよ最近は。本当にありがたいことに、まあ環境が恵まれてるっていうのもあると思うんですけど。素晴らしい、はい、素晴らしい。僕が本当に邪悪な人間。いや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 、人間らしいと思いますよ。大丈夫、僕あのジェダイなんで、はい、ジェダイです、シスの世界、もうダークサイドに完全に染まって、はい、いったら止めてください。ダークサイド、ね、フォースの力でちゃんと引き止めますんで、はい、そうなんだ。里前さんはないんですか、嫉妬したりとか怒ったりしないんですか。だもちろんありますけど、なんかもう少し悟り開けるんじゃないかなってちょっと思ってて。マジ本当に僕もしかし嫉妬深いのかもしれない。というか安野さんに嫉妬してるからね、うん、最近は。え、安野さん、自分より下の安野さん、いや、はい、クリエイターの安野さんじゃなくてエヴァンゲリオンの安野さんじゃなくてあの、はい、都知事選出た嫉妬するんですね。憧れと嫉妬だね。あれ嫉妬ってなんで起きるんでしたっけ。三者関係か嫉妬で、はい、憧れは羨望なんだよね、うんうんうん、だから、まあ、羨望って言うと相手が羨ましいから取り込みたいっていう欲望だし、はい、嫉妬っていうと他の人があの人のことを欲しがってるから私も欲しいみたいな、本当に三者関係で、視聴者の人が安野さんすごいって言ってるから安野さんのことを嫉妬する、欲しいっていうと嫉妬だし、個人的に直接安野さんの方に向かえば羨望だね、うん、まあ、ちょっと違うけど。でその嫉妬は苦しいんですか。いい嫉妬と悪い嫉妬みたいなのがあって。そんなものはないです。苦しいです。苦しいんだ。苦しいんですね。苦しいし、でもそれがなんかまあ心地よいというか、例えば大谷翔平に嫉妬しても絶対勝てないし、あの領域行けないからしょうがないなって、うん、そこは割り切ってちょうどいい距離にいて、こいつだったら頑張れば届きそうだなっていう人は軽く嫉妬してっていうので、僕自分の頭の中でコントロールしてるんですよ。すごいですね。みんな違うんですか。そんなに割り切ってないですけど。だって絶対叶わない人に嫉妬しても辛いだけじゃないですか、うんうんうん、じゃあもうあいつはもう認めようって言って割り切って、でなんか頑張れば手で届きそうな人はちょっと嫉妬しようかなっていうとプラスの力に変えることができるじゃないですか。いやでもやっぱりエンデバーは常にオールマイトに嫉妬してたから、ベジータも途中で諦めたかったじゃないですか、はい、天津飯とかは途中で諦めたりとかして。そうですね。でもピッコロさんもついてたんですよ、はい、僕好きなのよピッコロさんとか。男らしいじゃん。わかります、ピッコロさんかっこいい。ピッコロさんは ご飯を守るし、うん、悟空にもとかベジータにもついていくし、力が負けてでも皮肉を言ってベジータのことバカにするじゃないですか。かっこいいじゃないですか。かっこいい、はい、僕はだからあれが好きなんですよね。かわいいですよね。そうそう、桜木花道もルカに追いつきたいって感じですね。嫉妬、男は嫉妬深いんだよな、まあ、エネルギーになるし怖いよね。攻撃だからね、攻撃的だからね。結局それがちょっと矛先がずれたらね、圧倒的な破壊だからね、うん、
何かしらは持ってますよね。何かしらっていうか、それしかそれがすごい全面的に出てるけど。わかりやすいですよね。隠そうともしてないし。まあでもまあそれがなんか世の中を動かしてるんで。共感もしますしね。そうし。終わります。じゃあまた。